クール・レ・サントゥールは、フランス、ベルサイユに2013年にオープンした、レストランタの店舗を要する、歴史的建造物の一部である。8、リュデラ・チャンスレリー、ベルサイユ、フランスベルサイユ宮殿正面のアルム広場から、宮殿に向かって、左手に100メートルくらいの市内。入り口の建物は、フィリップ・ド・クルシオン、壇上公爵が、香水の歴史の研究者であるエリザベット・ド・フェドーの、 協力を仰いで施考香水博物館は2018年に閉館、レストラン施設に変更。中庭周囲の建物は一般に開かれている場所に人が入ってきやすいことを念頭に変更された。フィリップ・ピュマンの説明、建物が面している通りデラチャンスレリーが広くないため、この場所をより魅力的な場所に見せて、人々の流れをこちらに向かせるためにも、 正面に張り出していた部分は変更した。また、中庭側にあった二つの増築部分は取り壊した。最終的に、メゾンデパルファムの通り側のファサードは、王子の香水販売店のイメージを使って、再構成された。クールレサントゥールの奥は、旧フランシスコ海修道院の建物に接している。メゾンデパルファムを出ると中には、 丁寧な手作業を経ている商品という目線で選ばれたいくつかのブランドショップとカフェレストランが中庭を取り囲む。スクエア、その奥に植物が植え込まれたスクエアがあり、材料を展示したパネルによって様々な香水の由来が語られている。公園、名称はジャルダンデ・サントゥール、またはジャルダンデ・レコレ。スクエアは庭への通路にもなっており、建築家で 造園設計家、ニコラジルスールが設計した、ジャルダンデ・サントゥールに通じる。この公園部分は、もともと旧フランシスコ会修道院の敷地の一部で、あったが2001年に一度修復され、当時の市長エティエンヌ・パントにより、公園としてオープンしている。今回のクールデ・サントゥールの企画の一環として、市は再びデザインをし直し、2013年から、 ジャルダンデ・サントゥールとの名称を新しく付した。この公園を出ると、史跡が多く、地元の住民も行こう、サンル以外に出る。クールデ・サントゥール全体が、文化、歴史、自然を同時に体験できる、小道のようなものになっている。クールデ・サントゥールにて行われるイベントに際し、いくつかの外部団体が、ベルサイユ市に協力している。ラクアデ・サンテア。 http://www.bell.siu, t a r ム s m c o m パトリムワンクルトレル。ラクアでサンテア -943180、ル94イ14世紀の軍隊を大佐として指揮、その後トゥーレーヌを統治するようになってからも、外交手腕を発揮した。当時の宮廷の日常を綴った日誌が、ジャーナルジュ、マルキスで断ゲアウとして、没後出版されている。 ノーティスの OPA00087716 ベースメリーメイミーニーステアフランセデラカルチャーサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須ですベルサイユマガジン My2013P21 ベルサイユマガジン My2013P22 ニコラすぎる、ソル、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n i c o l a s g i n s o u l c o m h a t i c e p c h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.isipca.fr スラッシュコスマテック http コロンスラッシュスラッシュ www.osmotheque.fr ありがとうございます。